アブリキサスはドイツの X 線天文衛星。3年間の装填観測を行う計画だったが、電源系が故障して失敗した。アブリキサスは0.5から10キロ電子ボルトの X 線域で3年かけて全点サーベイを行うことを目指した。これは過去に0.1から2キロ電子ボルトの南 X 線で行われたローゼットのサーベイを補完する役割もある。 計画には2000万ドルの費用を要した。観測装置は、焦点距離160センチメートルのボルター -1、望遠鏡7機で構成された。一機につき直径40分の視野がありそれぞれ7度、離れた方角を向いていた。受光部は7つの望遠鏡で1つのセンサーを共有し、XMM ニュートン用に開発された、X、X1000ccd センサーを転用した。 1999年4月28日に、ロシアのカプースチンヤールから、コスモスロケットにより打ち上げられた。軌道投入から3日後、衛星のメインバッテリーが過充電により損傷し、通信が途絶えてしまった。太陽電池に光が当たる6月末から7月、電力回復を期待して、通信を試みるも失敗に終わり、衛星の運用は断念された。ありがとうございます。